エレイン・ストリッチはアメリカ合衆国の女優、歌手である。1925年、ミシガン州デトロイトに生まれる。アイルランド系の父親、ジョージ・ジョゼフ・ストリッチは航空宇宙製造会社グッドリッチの重役だった。1944年あたりから舞台でキャリアをスタートさせ、1946年にはロコという演目の舞台でブロードウェイデビュー。 その後もブロードウェイでキャリアを重ね、ミュージカルからコメディ演劇まで様々な作品に出演した。1948年にはザ・グローイング・ペインズという番組でテレビデビュー。舞台以外でも活躍の場を広げていき、1956年のザ・スカーレット・アワーで映画デビューも果たした。その後はテレビや映画でコンスタントにキャリアを重ね、 女優としての格好たる地位を築き上げた。1993年にゲストとして出演したテレビドラマシリーズローオーダーではプライムタイムエミー賞のゲスト出演者枠の賞を受賞。その後ティナフェイ、アレック・ボールドウィンダ主演のシットコム36 36へも数エピソードにゲスト出演しており、同エミー賞を2004年と2007年それぞれに 受賞した。映画では、ロン・ハワード監督の国運に遥かなる地球や、ジョアン・チェン監督のオータム・イン・ニューヨークなどで知られ、2012年のストップモーションアニメ、パラノーマン・ブライス・ホローの謎では、声優として出演もしている。1973年に俳優のジョン・ベイと結婚。1983年にベイが死去するまで、夫婦生活が続いた。 2014年、糖尿病と胃がんの併発により、ミシガン州バーミングハムにて死去。89歳だった。ありがとうございます。